はい、皆さんこんばんは。高橋名人の携帯キャッチャー始まりました。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで MC の高橋名人です。イエーイ名人。そして毎週火曜日の僕のアシスタントは、はい、みんなの BBA 井上直美です。あれ、おやつじゃなかったのか。あ、そうでした。はい、もう一回。だってみんなが BBA って言うから、みんなのおやつ井上直美です。今日はエプロンだよ。あれ、なんかほら、もういいよ、まあ、キッズってキッズって言わない。ほら、可愛いって言ってくれる人もいるんですから。大丈夫大丈夫だ。アップにしなきゃ大丈夫。今日のお昼は半熟卵ラーメン、はい、あとは俺だね。あ、そうですね、はいはいはい、野沢直子ですか。たまに言われるんですよ。でも似てるかもしれない。でも、あ、でも違うよ。野沢直子よりは可愛いんじゃないか。顔、え、野沢直子とでしょ。でも、まあみんなの BBA なんで。みんなの BBA。ベビー。ボインボイ赤ちゃん。ボインボイ赤ちゃん。はい、はい。大丈夫です。はい、さあ、なおちんこの1週間何やってました。なおちん、あれですよ。何ですか。日焼けしましたよ。どっか行ったの。あの、まさかガングロ目指してるんじゃないだろうな。違います。ガンジロ、ガンジロ目指してるんですけど。ガンジロ、はい、BBA は BBQ。 ガンジロとガングロって何が違うの。ガンジロはガンガン白いんじゃないですか。日に焼いてきてガンジロ目指してるっておかしいだろ、はい、日に焼けないタイプ、うん、でも今回は焼けてしまったっていう、うん、え、何やってたの。どかた。いや、違います。BBA は BBQ に行ったんですよ。あ、BBQ に行ったのね。はい、うん、はい、BBQ。 あ、誰か知ってる人いるんじゃん。 BBA が BBQ って。あ、すごい。そうなんです。 BBA は BBQ に行って、うん、BBQ ってなんだ。バーベキュー。あ、バーベキューの略なんですか。うん、あの福縁美里さんでしょって。あ、これは違うな、多分。あ、福縁美里です。名人大変だ。今日は俺の誕生日だ。ありがとうございます。名前全然わかんないけど、おめでとうございます。すごい。あれ、今日ノブラの日ですよね。7月10日。え、昨日か。え、すごい。あ、そう。あ、納豆じゃないですか。今日7月10日だから納豆の日ですかね。あ、じゃあみんなネバネバしなくちゃ、うん、はい。納豆は好き。大好きです。あら、どれぐらい食いますか、一度に。あ、でも結構1週間全然いけます、うん、ご飯にかけたり、うん、ラーメンに入れたり、そばに入れたり。なるほどね。うどんに入れたり。僕ね、一度に、5パック食べたことがある。それはない。納豆5パック食ったら、はい、見事にもうすごくことになりました。5パック。お腹が緩くなったっていうかね。あ、やっぱりお豆だから体にいいんですかね。納豆菌に負けちゃうんでしょうね。もうあの、あんまりみんなね、やっぱり食いすぎない方がいいですね、うん、やっぱりいいところ2パックぐらいがいいんじゃないかな。3パック以上食べるとちょっと、うん、この時期の納豆腐ってるようになって、はい、納豆は腐らないでしょう。うん、納豆も腐ってるんじゃないんですか、常に。あれは発酵してるんです。あ、発酵してるんだ、うん。で、なんだっけ、はい、作ってから3日目ぐらいで糸引き始めて、それから出荷して3日ぐらいなので腐る手前ですね。あ、そうなんだ。半腐り、私のような感じかな。腐りじゃないんだって。はい、だからね、はい、あの、大阪の人か。え、あなたは大阪の人。私、東京の人です。あの、大阪の人は納豆腐ってるから食いたくないって言うんだよね。言いますね、うん、そっか。で、うんうん、昔僕がね、20年ぐらい前かな、はい、あの、じゃあ大阪にも納豆を食べてもらおうということで、はい、問題は匂いだろうと、うんうん、っていうことでストロベリー風味の納豆を茨城県が開発してて、でも俺それを聞いた瞬間に、それは多分東京でも食えねえよっていう、ね、そうですよね。ご飯に、うん、そのストロベリー味の納豆をかけて食べるって想像すると、ね、で醤油かけて、そうそう、嫌でしょ。わあ、うん、で、さすがにそれはなかったみたいですね。はい、わ、すごい。でもね、そっか、何コメントが出てこないですね。いえいえ、素晴らしいですね、うん、世の中いろんなものが
ね、できてるんですね。できてますね。で僕はあの先週というか日曜土曜日が雨降ってたんで日曜日、はい、空町行ってきました。ああの今話題のあの一月でね550万人を超えたっていうんで、はい、どんなに人がいるかなと思って行ってきたらなんか思ってたよりは混んでませんでしたね。あ、そうなんですか、うん、なんかすごい並ぶイメージがあってなかなか行けない。ただそれぞれ並んでます。あ、なるほど。あのプラネタリウムを見ようとしたら、はい、その時が3時4時5時の回が全滅で、6時じゃないと合ってないとかね。あとなんだっけ水族館もなんかすごかったな。あ、水族館ってあれ予約しなくても入れるんですか？水族館は入れるでしょ。あ、そうなんだ、うん、行ってみたいな。まあどういっか名人クラスでも並ぶのかって別に俺のクラスだって関係ないんじゃないかな並ぶのは、うん、ただあの7階のところに、はい、世界のビール店みたいなのがあってそんなのあるんですか、うん、でそこでちょっと、はい、ね、5、6本飲んでみようかなと思ったんですけど、はい、さすがにそこもなんかすっごい人が並んでて、うんうんうん、もうちょっと他の時期っていうかねあと 2,3 ヶ月ずらしていこうかな。でその時撮ったのがね、はい、この iPad のね写真なんですけど、すごい。やっぱ間近で見ると迫力とかすごいですか、うん、ね、あのやっぱりあの大変です。これ大変、もう背中バキバキ言いながらこうのけぞりながらこう写真撮んなきゃいけないですからね。でただこれすぐ右側にこの今フレアみたいなの入ってますけど、はい、このここにちょうど4時ぐらいのところに太陽があったんで、もう大変です。すごいや。これどこまで登れるんですか？ちなみに全部で武蔵なので、はい、634メートルですけど、この下から2番目のところ、うん、ここが第二展望台、どっちが第一だったか分かんないけど、はい、そのそこまで下から2つ目の出っ張りまで、おお結構登れるんですね。530メートルぐらいだったっけか、はい、左は何って左が空町だよ。空町のビル、この中にあのいろんな店が入ってるわけですね。へえ、うん、で1階にどんぐり共和国だっけ、あのジブリのそんなのあるんですか、店があって、はい、でそこにねあのトトロのトトロかなあトトロだトトロのちょっとした USB の扇風機があったんですけど、はい、トトロがこう走ってる口開いてるとこから風がこう出てるっていうね、はい、ちょっと買いたくなっちゃって。わ、かわいいそれ、うん、あれお土産ないんですか？ないよ。え？だってお土産買うのも並ばなきゃいけなかったから、全て諦めて、私はたい焼きだけを食べて帰ってきました。そっか、だからたい焼きのお土産とか、うん、あ、腐っちゃう。ないです、ないです。はい、今期待したくれるのかと思った、みんなが期待してどうするんだねえ視聴者プレゼントみたいな。ないないない、なんと残念、ね、まあ今度ね、はい、なんかあったら買ってくるよ。やったね、はい、遊びに行こうぜ。全プレだよって。全プレ全プレ全部プレゼント、今の段階で600人プレゼント、はい、おーすごい。ありえない、ありえないじゃん。600個も売ってるお土産ってなんだろう、うん、60個入りで500円ぐらいのやつだね。はい、ないな。あ、そうだそうだ、そうバーベキューの話に戻るんですけど、うん、あの木曜日担当していたカノンさんが、うん、と一緒にやったんですけど、はい、カノンさん今ねトースポのオーディションに受けていまして、うん、ミストースポっていう、うん、なんと1位らしいんですよ。へえ、はい、で同じ事務所なんですけど、うん、なんか続々とお仕事が決まってるらしく、はい、私続々とお仕事が減っていて、あの同じオーディション受けるじゃないですか、なんか複雑なんですよね友達として。まあね、え、嫌いになった？いや大好きです、うん、いや泣きながらだから応援してる感じです。複雑なんですよ。あ、うん、でも応援するみたいな。はい、まあかのんちゃんは美人だしね、うん、美人ね、写真集とかも買えるんですけど、それも私全部ゲットしちゃいました。あ、そう、はい、え、今出てんの？かのんちゃん今なんかあので、電子、うん、書籍っていうので写真が買えるみたいなんですけど、うん、なんかほんとこうやってやると見えそうな感じで、あの水着なんですけど、うん、なんかこうやって やっちゃうんですよね写真を。つい中学生それないですか？男だよねそれね。いやでもやっぱこうね、でもそれでまあまあ仕事ないんですけど、まあ、まあそれでね私は元気をもらってるんで、
いいかなと。はい、いや良くないですけどね。でもあの、はい、ちょっとコメントにあるけど、はい、おっさんの発想だそれ。嘘、はい、今週撮影会とチャット控えてる、はい、あらしいんですよ。だから皆さん、ぜひ応援してください。はい、全米が泣いた。そうなんです、すっごい頑張ってるんですよ。あ、そう、はい、いや、この泣いたの意味が違うと思う、今のと。あ、そうなんですか、うん、泣いた、ナオチンが。ああ、もう本当、ナオチンタンに改名すればいいよ。え、そうしたら仕事増えるんですか。いや、わかんないどうした、でも名前がさ、はい、名前ってあの自覚っていうの、うん、文字の数でさ、はい、運命かなり変わるらしいじゃない。ちなみに高橋名人ってどんな感じなんですか。全然知らない。あ、知らないんですか。説得力、説得力ないかもしれないけど、はい、あの例えばつんくさん、はい、最初ひらがなのつんくだけだったのが、はい、ダメだったからって丸つけたらモームスがピッてなったんでしょ。すごい、うん、だから丸をつけることで一角増やしたっていう考えだよね。そっか、星に入れたり、うん、BBA 井上直美にしたり、うん、井上直星見、ああいいですね。ね、はい。でもちなみに井上直美って調べると、うん、その大吉なんですよ。すごくいいらしいんですけど、今までに良かったことは特にないですけど悲しい、悲しい、なんか微妙に売れる手前でずっとこうやってなんかじわじわ今もうすごいもう側面でこうじわじわもう頑張ってる感じですよ。まあね、人間ね、はい、あの女の子は死ぬまでの間に一時期、うん、あの可愛いって言われる時期があるらしいし、それと同じようでやっぱりそういう人に売れる時期も一生の間に必ず来るらしいんだけど、まあこれから 6,70 年まだ残ってるわけだから。そっか、じゃあこれからもしかしたら、うん、なんかまあ、おばあちゃん可愛いわねって言われるかもしれないですね。そっか、おばばアイドルみたいな感じで、あ、うん、じゃあまだ諦めずずっと独身でやっていけば、そうそうそう、あと30年ぐらい、はい、いつか、まあ、ただね、あと10年以内には結婚だけはしといた方がいいと思うんですよ。結婚、あ、うん、あ、でも0歳の頃は漏れなく可愛い言われるもんなって。あ、それで終わってるかもしれない。じゃあもうダメじゃないですか、どうしよう。椿直美に改名しようって、はい、あ、そうしたらああいうあの綺麗なフェロモンが出てきますかね。ね、俺、はい、モテ期3回も来てないけどって。お前2回来てるだけでいいです、ずるいですよ。そんな1回来ただけでもうすごいですよ ね、本当だよ。俺なんかモテ期で行ったら俺も2回ぐらいかな。いつ来るんですか、モテ期って。いや、わかんない、自分がモテ期だなと思ったらいいんだよ。じゃこれから老人ホームとかに行ったらもしかしたらモテる、なんかね、ホームのおじいちゃんたちに、ね、誰が行っても可愛いね。はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあニュースに行きたいと思います。はい、題してソーシャルゲームニュース。はい、はい、ということでこのコーナーはソーシャルゲームの最新ニュースをゲッチャが独自の視点で紹介するというコーナーです。それではニュースに行ってみたいと思います。まずはですね、グレイスさんからただいまサービス提供中のタイトルがガールズファンタジスタです。こちらはですね、プラットフォームがグリーンになっていまして、ジャンルは美少女サッカーシミュレーションゲームとなっております。グレイスはグリーで最新ソーシャルゲーム、うん、ガールズファンタジスタをリリースいたしました。うん、新米秘書九条いろはは、私枠でクラブオーナーになったプレイヤーは世界の美少女たちをスカウトするというものです。ゲーム内の友人坂友と協力しながらスカウト括弧ガチャを、遠征で全国各地に、行って、試合をしたり優秀な選手を収集、育成を行ったりしてチームを育成していくというものです。遠征地の最後にはライバルキャラの、NPC が登場し、PK 戦仕立てのボス戦が楽しめるということです。なるほどですね。はい、今ここにありまして、はい、かわいいじゃないかっていうコメントがあってますけどね。これアニメ化しても今の時代だったら売れるじゃないですか、ね、女子サッカー人気があるからね。確かに、うん、あ、いいかもしれない、ね、あの沢さん出るとかってあるけど沢さん出るのかな。はい、沢さんよりかわいいじゃないかとかっていうのもありますけど、ね、でもみんなその件に関してはあんまりね、ちょっと突っ込まない方がいいと思うんですけど、そう以前にあの、はい、たけしさんが、はい、
顔のことについてかなり物議を醸し出しましたよね。あ、そうなんですか。うん、まあ、だからちょっと僕なんかが言っちゃいけないレベルだと思いますので、はいはい、やめておきますが、うん、でも本当可愛いキャラから、ね、すごいかっこいいキャラからなんか、うん、これはカードを配置するのかな。はい、ね、あ、いいな。なんか女の子のサッカーゲームって意外となさそうな感じがして、うんうん、いいね、爽やかな気分になりますね。ですね。キャラクターが可愛い。でも、え、右ね、これ PK だよね。1回目、2回目、3回目ってね。PK 戦もあるんだ。うんうん、まあ、だからこれは、はい、ランダムなんでしょうね、多分。はい、サッカーいいですね。みんなで盛り上がってワイワイと、うんうんうん、はい。はい、じゃあ次のニュースに行きたいと思います。はい、次は、カムツアスジャパンさんからただいまサービス提供中の9イニングスプロベースボール、2030です。こちらプラットフォームは Android になります。ジャンルはリアルベースボールゲームになっております。カムツアスジャパンは Android 向けの新作アプリ9イニングスイニグンイニナインイニグスあんナインイニングスナインイニングスもうやだ日本人です、ね、イニングスだ、はい、ナインイニングスプロベースボール2030を全世界に向けてリリースしました。2030って言ったら2030だよ。13を全世界向けにリリースしました。本作はメジャーリーガーの実名と実際データでプレーするリアルベースボールゲームになっております。メジャーリーグの選手会と、正式ライセンスを締結し30チーム1400人のメジャーリーグが実名、実写、実際のシーズンデータを反映した選手カードとして登場しています。はい、素晴らしい。そしてですね、プレイヤーは、うん、球団のオーナーとなり選手や監督、チアリーダーカードの収集育成を行いながら投手のローテーションや、打順、ポジションなどを設定していくシーズンを戦っていくゲームとなっております。すごい。これでもすごいなと思うのはね、はい、日本のプロ野球の場合ってプロ野球機構と契約すればいいんですけど、うん、はい、向こうってこれどうやって契約してるんでしょうね。やっぱりそのまま球団とかやってったら大変、はい、来年大変だろうな。そうですよね、うん、どうなんだろう。でも松坂太ったな本当にでもすごいですよね、実名、実写、実際のシーズンデータを反映って、うん、ちなみにこれ2012年のデータを反映してるらしいんですけど、うんうんうん、はい、これがリアルの画面ですね。これ左ダルビッシュ選手ですか。ダルビッシュですね。わすごい。ダルビッシュがピッチャーで、はい、バッターがイチロー。すごい。ね、これはテンション上がりますね。外野二塁いないよねこれね。あれ、でもどういうことですか。いやだからホームラン競争かもしれないですね。あ、そういうのもあるんですね。でも、はい、なんかこれはまだサンプルだと思いたいね。はい、いてほしいもんね、二塁とかセンターとかね、ここだよね、うん、動くのかな、ね、うん、好きな選手とかいますか、ちなみに。僕、はい、よくわかんないですね。あ、そうなんですか。ちっちゃい頃この人に憧れたとか。いや、もうそれは王長嶋さん。あー、そうだ、セコムしてますかですね。そうです、はい、まあそうですけれども、はい、だいたい僕北海道札幌市ですから、はい、札幌は今何日ハムがありますけども、はい、日ハムだよねがありますけど、僕の時にはプロ野球のチームってなかったんですよ札幌に。あ、そうなんですね、うん、なので1年に数回、はい、野球が、あ、プロ野球チームが来て、はい、そこで丸山球場というところで試合をするのを見に行ったり、はい、放送を見たりしたんですけど、それが、うん、必ずついてきたのが、必ずなのが巨人とどこなんですよ。巨人対阪神だったり、巨人対ヤクルトだったりするので、はいはいはい、だから巨人が必ず来るから、はい、それと例えばテレビを見ると、テレビって STV、はい、札幌テレビなんですけど、STV、はい、うん、そこはもう巨人
日テレ系列なんで、はい、巨人戦ばっかりを放送するわけ。おお、じゃあもう巨人が好きになってしまう。もう巨人しか知らないという、ね、ことになっちゃうわけですね。うちのお父さんもすごい巨人が好きで、うん、特に福岡選手が好きって言ってました。なるほどね。はい、若いな、俺より若いわ。あ、そうなんですね。うん、誰か選手でわかる、大体。まあそれはそうだよね。はい、だからね、これはちょっとでもね、ちょっとどんなんだか早く見てみたいですね。ただ来年だっていうことなんで、はい、あと半年ぐらい経つのかな。あ、もう提供中なの？はい、提供中。あ、なるほどね。じゃあちょっとこれはちょっと実際に見てみたいなと思いますね。はい、はい、じゃあ続いての、はい、ニュースいきたいと思います。オルトプラスさんから、ただいまサービス提供中のタイトルが精霊ファンタジスファンタジアです。ジャンルはカードバトルで、プラットフォームはグリーになっております。プレイヤーは擬人化した美少女精霊たちと魔物退治の冒険に挑戦し、お気に入りの精霊との親愛度を深め、精霊カードをコレクションにしていくというものです。また60万人が遊ぶバハムートブレイブの、ゲームシステムを採用し、自動合体システムなども、導入されています。キャラクターが萌え擬人化することで、バハムートブレイブとはまた違った育成が楽しめるようになっています。なるほどね。バハムートブレイブってすごい、いつもなんかランキングでも上位に入っているゲームですよね。それを萌えバージョンってことですね。うん、まあ大体こういう女の子の絵を描いてると、はい、基本的にみんな萌えですよね。でも可愛いね。ちなみに、はい、なおちん、この中だとどの子がいいですか？私はもう左の豚さんが好きです。この子の豚さん、肩に豚さん、あ、豚が好きなの？はい、女の子じゃなくって？女の子難しい。女の子やっぱ私メインの巨乳が好きですね。この子ね。はい、うん、いやー、いい。微妙だな、ちょっと。嘘、どの子にしよう、どの子にしようっておかしい。俺こういう子が好きなんだけどな、こういうこのこの子ですよね。こういう系統の すごい可愛いですよね。うん、これ今の真ん中の子？そうです、そうです。真ん中の子ですよ。あと、あのケルベロスは3つの首がある、よくあの猛獣でいますけど、これケルベロス3つ子ですね。ねえ、面白い。これケルベロスですよ。ケルベロスは3つ子かい。可愛くないですか？わー、可愛い。これダークサキタス。これセクシーですね。ねえ、ラファエル、ラファエルこんな格好なんだ。わあ、なんか迷っちゃう、見てると。あ、コメントでいい時代になったって。本当いい時代ですよね。あ、これ大戦士ガブリエル。はい、わあ、すごい。あ、ちなみにですね、こちらの紹介ポイントは、はい、7月の6日から8月の7日の期間中は、新規登録して条件をクリアすると、うん、ゴールドガチャチケットや回復玉、魔力玉、お守りなど豪華なアイテムセットがプレゼントされるそうです。チュートリアル達成で1500コイン相当のアイテムや、うん、レベル10達成で2000コイント相当のアイテムがもらえるという、かなりお得、うん、ね、今やるしかないですね、これは。うん、うん、でもこれ、はい、今コメントにもあったんですけど、はい、天使であって精霊じゃないようなっていうけど、でも確かにそうだよね。だからこの他に精霊がいっぱい出てくるんじゃないかな。これどうだっけ、自分が天使とかをやるんだっけ。これは精霊との、親愛を深めて精霊カードをコレクションしていく、だからやっぱり精霊なんですよね、カードが。ちょっと、そっか、天使と精霊は違うんですか。天使と精霊違いますよ。天使は、天使は神の使い、精霊は何ですか。森を守ってる人とか、あの木の妖精とか。お、なるほど。っていうのが精霊ですよね。はい、名人あんまり突っ込んじゃいけないんじゃ、はい、じゃあ突っ込まないで終わってきますね。あ、そうか、あんまり突っ込まない感じで。でも例えば、はい、自分が天使たちを何とかして精霊と仲良くなるっていうのはありかもしれないですね。だからいい、これ二分割されてるかもしれないね。天使界と精霊界とかってね。まあちょっと、これ以上言わないようにしておきます。はい、あ、なおちは妖精です。はい、じゃあ続いてのゲームいきたいと思います。シリコンスタジオさんから、ただいま、提供中のタイトルがクロスレジェンドです。ジャンルはカードゲームで、プラットフォームはモバゲーになっています。
こちらクロスレジェンドは現実、未来、幻想が交差した世界を舞台としたカードゲームになっております。ソーシャルゲームの常識を覆す巨大なボスキャラクターが、襲いかかる興奮のクエスト、仲間との協力プレイを楽しめるギルドシステム、そして豪華イラストレーター陣による、魅力的なカードがクロスレジェンドのプレイヤーに最高のソーシャルゲームを提供しています。うん、ということで、うん、これあれですね、常識を覆す巨大なボスキャラクターが襲いかかるって覆してますね、これ名人でしょ、これ、これはっていうかさ、はい、でもこれはあの宇宙人でしょ、はい、グレー、名人宇宙人、グレーはちっちゃいですよ、はい、でも宇宙人でこう、はい、ほら FBI に捕まってる写真なんか、この間にちっちゃい猿みたいなサイズだったじゃない、1メートルぐらいのね。あーでもこれ後ろ東京タワー的ななんか大きな、こんなんだって、手前に例えばじゃあこれとあのドアとどっちが大きいの、はい、このペンとあのドアとこっちが大きいです、でしょ、はい、それと一緒です。嘘、でもこれ巨大だってすごいらしいですよ。そうか、興奮のクエストですもん、これクロスレジェンド、はい、イラスト72番っていうことですかね、これはね、はい、あとそうそうそう名前、はい、あイラストレーザーさんの名前、イラスト72とかっていうのかね、はい、なんですかね、あとあの豪華イラストレーターというさっき話をしたんですけど、わかったわかった、これだ、72さん、72番さん、はい、でこれが西村絹さん、絹さん、西村絹さんはフィギュアなどですごい多いんだ、ね、これがタイトルだったんだ、はい、なんだ1枚目の映像僕間違えてましたね、あはい、でもすごい豪華ですね、ね、可愛いしキャラクター、これ誰が描いたんだろう、でも21コンボで2213のダメージですよ、これね、うわ全然勝てない、巨大すぎる、いいね、はい、でもこのグレー、グレーがね、はい、あのちょっとこのゲームと関係なくなってしまうんですけど、はい、つい先日あの宇宙人ポールという、はい、映画を見まして、皆さん知ってますかポール、2人でこうバスに乗って走ってるとですね、はい、そこで宇宙人を拾って、はい、拾って乗っけて一緒にこう動いあの移動するっていうやつなんですけどね、あいやみんな知ってるって、結構知ってる人いますね、あ私そうだ、宇宙人といえば UFO 見たことあるんで、どこで、じゃ本当なんですよ、いるいる、どこで、私、うん、あ長野で見ましたよ、長野、これ見た人しか本当信じないんですけど、うん、私は友達と見て、うん、今はもう持ってないんですけど写メも撮ったんで絶対そうなんですよ、へ、なんで本当あの獅子座流星群が10年前ぐらいすごかった時ないですか、うん、10年も前、27、まあ、7年前ぐらいかな、うん、まあ毎年ありますけども、ね、はい、はね、ものすごいなんか自分的にすごい時があって、うん、友達と何人かでその長野のスキー場の上に見に行こうって言って見に行ったら宇宙人がなんといたの、あいたんで、宇宙人で、宇宙人がいたのUFO が観察してたんですよ、流星群を、あの流星群のえ流星群ビシバシやってるじゃないですか、うんうん、飛んでる飛んでる、そこを、うん、UFO が見てたんですよ、見てたの、見てた、こうやってこうやって見てたの、見てた、え UFO がこうやってるの宇宙人じゃなくてUFO がこうやってるの宇宙人がこうやって見てたんですか、でじゃあ宇宙人も見たのぽい感じのがいましたよ、こういうなんかそれはどこにいたの、どういう状どこにいたの、宇宙人のじゃない、宇宙船の中にいて、宇宙船の中にいて、窓に宇宙人がこうやってるっていうのが映ってたのかとか、だから多分そのよくあるじゃない、ツアーとかあのハワイに行くツアーとか、だからどっかの火星の宇宙人かなんかが、うん、日本の近くで、うん、その見れるから、獅子座流星群が 見れるからそのツアーしてたんだと思うんです、うんうん、多分ツアーしてたのね、はい、これじゃ本当なんです、 BBA 見ましたよ本当に、あのなんだっけ、はい、あの12月の年末にやってるさ、たけしさんのさテレ東の中の番組でやんじゃん、はい、宇宙人を信じる人と信じない人のバトルが、あーありますね、やおいさんとね、はい、あれに呼んでもらえぜひ、でもこれは本当見ないとし、私も何も今まで、うん、あの信じたことなかったんですけど、うんうん、お化けも見たことないし、何にも人信じない、一切信じないんですけどUFO だけは見たので、はい、長野で、はい、結局長野で頭打ったって話で OK ですか、いやいやいや、いやだってみんな見たんだ、あとこの子なら俺でも騙せそうだ、ええー、
あ、仕事増えるじゃん、よかったね。あ、そっか、そっか、テレビだ。そうだそうだそうだ。じゃあ、タマ出版に面接行ってきなよ。タマ出版さんに、うん、はい。もうそういう話ばっかりの本出してるから。あ、わかりました。社長さんがそういうの大好きだからさ。お、じゃあちょっとこれ、ちょっと仕事ゲット、皆さんのおかげでね、皆さんのいいアドバイスでもね、はい、俺もね、2年ぐらい前に、はい、北海道ツーリング行った時に、はい、小樽の駅の上に光る白い2個の点があって、はい、でそれ写真撮ってね、ブログにもアップしたんだけど、はい、僕はね、円盤じゃないよな、でも円盤かなというところで止めときました。あー、円盤だな、それは絶対円盤ですよ。本当、はい、だって15分ぐらいしか止まってなかったんですよ、うんうんうん、で帰ってきたらもうなかったんですよね。で動いてなかったんですよ、はい、もう本当静止状態でね。わー、絶対 UFO だそれ、うん、あ、そう、間違いないです。はい、はい、じゃあ皆さんも、たくさん楽しいソーシャルゲームをやってみてください。以上、ソーシャルゲームニュースでした。こちらのニュースはゲッチャナビさんの方にも、掲載されてますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、ということで2つ目のコーナーも行っちゃっていいんですかね。どうぞ。はい、それでは2つ目のコーナーに行きたいと思います。はい、教えて高橋名人。先生、あ、間違えた、先生ですよね、高橋先生。ここに名人って書いてあったんでね。そうだね、はい、はい、すいません。はい、いえいえ、大丈夫です。すいません、ということで、さあ、ということで、はい、今回も、はい、質問を、はい、ね、お答えしていくというやつなんですけど、はい、なんか質問ありましたか。そっか、先生何でも知ってるから何でも答えて。何でも知ってるわけじゃないけどね、はい、まず一つは、うん、ずっと気になってたんですけど、はい、ソーシャルのことなんですけど、うん、バッテリーってやっぱどんどん充電減っていくじゃないですか。あれってどのタイミングで充電するとそのバッテリーが長持ちするんですか。なんかよく全部使い切ってもギリギリになった時にバッテリー、あ、充電した方がバッテリーの持ちがいいとかってよく聞くんですけど、はいはいはい、実際はどうなんだろうと思って。はい、今からちょっと前はですね、はい、バッテリーのメモリー効果のことを考えると、はい、メモリー効果っていうのは例えば 30% ぐらい減って充電をしてっていうのを繰り返すと、はい、その 30% だけ俺仕事すればいいのかな、あと 70% は別に仕事しなくていいんだなとバッテリーが思っちゃって、はい、だからこの 30% しか使えないその状況になってしまうのをメモリー効果っていうたんですね。で、はい、その頃は、はい、その何ていうのかな、半分とか 30% 近くになったメモリー効果を一回リフレッシュして忘れてもらうために全部を使い切って、はい、でもう一回満タンにしてっていうのを 1、2回やってメモリー効果をなくしてやるっていうためにフルで使い切りましょうっていうのを1ヶ月に1回ぐらいやりましょうねっていう話をしてたんです。あ、そうなんだ、うん、知らなかった。でも、はい、でもですね、今のバッテリーは基本的にメモリー効果っていうのがないんですね。はい、あ、そうなんですね、うん、なので、はい、あとは充電時なんですけど、はい、ただやっぱり効率としてはバッテリーのことを考えると 40% ぐらいまでになったら、だから 60% ぐらい使ったら充電をするっていうのがいいみたいですね。 40% ぐらい残りがね、はい、だから、残り35とかでもいいんですよ、はい、30とか35でもいいんですけど、うんうん、それぐらい使ったらまた次に充電してやると。で今はですね、はい、ゼロまでしちゃうと逆にバッテリーのために良くない。あ、そうなんですね。使い切っちゃうのは良くない。そうなんだ、というふうに言われてます、はい、特にバッテリー、車なんかに積んでいる今の、バッテリーはもうゼロにしちゃダメとっていうふうに断言されてますんでね。あ、なるほど。車に積んでる場合はだいたい 12.6V 以下になったらテスターで測って、はい、12.6V、まあ言っても 12.4 とか3ぐらいになったらもう充電して、一番正常値としては 12.6 以上 13.2V ぐらいを維持してやるのがいいんですけ ど、それが 8V 以下とか 10V 以下になっちゃったら、はい、ちょっともうバッテリーとしてはそろそろ寿命に近いか、もしくはもうちょっと性能的に落ちるので、はい、うんうん、もしかすると長距離の運転をするときに途中でバッテリーがダメになるかもしれない。
私そういうのちゃんとチェックをして、うん、はい、もう悪そうになってったらもう変えると、うん、そうですね。だからそこら辺、うんうん、今の、例えば、他のゲーム機でもそうですね、はい、基本的には、残り 10%。 僕の隣の子供なんかね、 DS とか 3DS とか、はい、もう赤いランプがついてるのに、もう赤いランプがこう点滅してるのに、まだ充電器させてないのがいるんだけど、もうそろそろ充電したらって、充電して5分くらいしたらまた外して持ってくんだよね。お前全然充電されてないだろうっていうさ、はい、だからそういうのはあんまりやんない方がいいです。充電するんだったらできるだけ一気に 100% 近くまで充電してやるのがいいですね。で今も、日本製っていうかメーカーが出している充電器であれば、はい、基本的に過充電はされないシステムになってるんですね。あ、そっか、うん、私なんか家とかだとずっと充電しっぱなしでこう携帯とか使う、それは別に悪いことじゃない。悪いことじゃないんですけど、できればやめた方がいいんです。あ、そうなんですね、うんうんうん、例えばその AC アダプターとつないでるじゃない、はい、その AC アダプターが不良品だった場合はバッテリーに過充電されるんですよ。そうするとバッテリーが今度熱持ったり、はい、下手すると膨れてしまって爆発したりという可能性もない、なくはない。ああ、なるほど。だから過充電だけはしない方がいいですね。差しっぱなしはあんまり良くない。ただこれが AC アダプターでちゃんと過充電防止装置っていうのが入ってれば基本的には OK です。なるほど、はい、全然知らなかった。ナオチンのメモリー効果はクリアできるのか、はい、無理だな多分。どういうことですか。なんでもないです。はい、メモリー1000万あります。私メモリー1000万でしょ。このアップやめて、はい、それは細胞、はい、脳の細胞が1000万個あるってことですか。はい、少ねー。嘘。普通は、はい、30億から60億とかですよ。名人そんないっぱいあるんですか。人間は1000万っていうことはですね、人間の脳って例えば50億個あったとしても10% も使われてないんですよ、ね、だから50億個のうちの 10% っていうことは5億個ですよ、はい、ね、5億の10分の1で5000万だから50分の1しか使ってないんだよ、売り出しの。それはバカだわ。お母さんどうしちゃったんだよ私の脳は。どうしよう。ね、1000万なのに頑張ってたんだな、ごめんなってみんな分かってくれましたよ。みんな分かってくれます。うん、でも分かってくれたけど、よく生きてるな、そんなんで。なんで生きてるんだろう。あ、考えてないだろ。でも心臓に細胞はないですもんね。細胞はあるよ。あ、心臓細胞っていうのがある。心細胞。あ、じゃあ多分心細胞は1億あると思います。少ないね。少ない。あれ、うん、ちなみにですね、はい、心臓の細胞っていうのはすっごく、筋肉としてはですね、もう長距離ランナーなんですよ、マラソンの。そうなんだ、はい、だから、筋肉でいうと白い筋肉と赤い筋肉って言われてるのがあって、はい、白い筋肉は瞬発力、うん、でこれはだから短距離走の選手が多いんですけど、はい、赤い筋肉っていうのは持久力なんです、はい、で心臓の筋肉っていうのは全てが赤い筋肉に近いんです。あ、なるほど。で例えば、はい、背中の筋肉を、移植してやるでしょ、はい、そうするとその移植した部分の背中の筋肉は疲れちゃって途中で死んじゃう。そうなんだ。止まっちゃうんだよね、はい、それぐらいね、心臓の筋肉っていうのはすごいんですよ。なるほど。だけどその、はい、やっぱり疲れてしまうので、だからほら、ちっちゃい動物って大きい動物よりちっちゃい動物って寿命が短いでしょ。はい、ね、はい、ハムスターなんかそうですね、もう数年だったりするし、はい、うん、でもゾウとかは100年レベルだったりするじゃん、うん、あれは何かっていうと心臓の鼓動の回数がちっちゃいのは早いんだよね。そうだそうだ、うん、大きいのはゆっくりなのよ、はい、だからあんまり鼓動の回数は、多くしない方がやっぱいいんじゃないかっていう。だからスポーツ選手の本当のバリバリの選手って、はい、下手するとあんまり長い寿命の方はいらっしゃらなかったりするんだよね。じゃああんまりドキドキしちゃいけないんですね。ドキドキはしない方がいいです。今まで恋したことないだろうから、はい、ドキドキはしてないだろうけど。じゃあ長生きしますか。でも私そうか。やべえ、はい、俺早い方って。いやだから、みんなドキドキしていいな。でも平均は80ぐらいでしょ、
人間ってね、はい、80から100ぐらいで、あと DNA だっけ、DNA の細胞の端っこのところに、1回分裂したらなくなっていく細胞があって、はい、その回数が寿命の回数だって言われてますね。だから分裂しなくなったら当然細胞っていうのは活性化しないで老化していくわけだから、はい、うんうん、だからそれで寿命が決まってくるっていうのもありますね、うん、へー、そうなんだ、ね、沖縄に長寿が多い理由にもつながる。沖縄ゆっくりしてるからね。あ、そっか、本当かな、あ、違うのかな、うん、でも、なんでだろう、沖縄はね、あの、はい、昆布とか、はい、あの鰹節だか、あと昆布、北海道の取れた昆布とかって、はい、実は沖縄が一番消費量が多いんだよね。で、昆布ってあの周囲のドロドロしてる部分、あれが全部植物性繊維なの、はい、植物性繊維だし野菜系統じゃないですか、はいはい、それから向こうで食べてるのが豚、豚で、豚を一頭全部食べてるでしょ。そうなんだ。耳から、はい、足から、あ、そっか、全部食べてるよね、耳側とか、ね、耳が、ね、はい、そうするとその皮膚のところにあるあの女性が好きなコラーゲン、はい、はい、それがたっぷり取れてるんですね。というのもね、僕あると思うし、ビタミン C も例えばゴーヤから取れてたりするし、はい、うんうん、だからそういう意味ではすごく栄養がこう全部がまんべんなく取れてるんじゃないかなと思いますね。なるほど、なんかすごい勉強になりました、ね、だけど沖縄って喫煙率が日本一だっけ、はい、え、そうなんだ、じゃあおかしいよね。まあでも、まあ、タバコは好きに吸ったら、僕はいらないからね、名人は無駄に知識持ってるの、はい、そう、すごいですよね。でも雑学あるのいいですよ ね、 ね、沖縄と北海道は離婚率2トップ、はい、あのね、北海道はね、なんとなくわかる、はい、なんでですか。あの北海道はね、早く結婚する人と遅く結婚する人がいるのよ、はい、で早く結婚するのは10代とか20代前半で結婚するのよ、はい、で付き合ってすぐ結婚するから、うん、多分長い間付き合えるかどうかは分かってないんで、あと女の子が自立心がすっげー強いの、北海道の、だからこの旦那ダメだなと思うのが早いんだと思うよ。そうなんだ、うん、なるほど、じゃあ、うん、すごいドヤみたいな、ドヤ、僕は50過ぎですからね、はい、晩婚ですから、はい、だから僕は離婚多分分かんないけどしないと思うよ、はい、うん、あ、じゃあ、まあ、まだあの結婚して7ヶ月なんだからあんまり言わないです、はい、そっか、うん、あれ独身じゃない、初老って何歳今、あ、なぜ、間違えた、初老じゃない、結婚したてってなんて、結婚したてです、なんだ、結婚したてってなんて、新婚さんって、はい、初老と新婚間違える初老って、でも実は30後半って初老なんだよね、もう40とか、あ、じゃあもう名人中老ですか、中老ですよね、そしたら老人だよ江戸時代とかは、はい、俺の年でもう死んでるんだよみんな。そうなんだ。寿命50歳60歳だったわけでしょ。はい。ちゃんちゃんこがだって60だよ。赤いちゃんちゃんこ。ちゃんちゃんこったらおじいちゃんの感じでしょ。はい。60歳だよ。俺の7年後だよ。7年後。想像つかない。俺ちゃんちゃんこだぜ。こんな赤いの着てるんだぜ。あーやだ。すごい。そうだよ。35歳中年だからね。え、じゃあ私はもうやばい、あと3、4年で中年なんだよ、あなた。あ、中年あんたって言っちゃったやばい。え、じゃあ私まだなんだ、まだ BBA 止まりでいいのか、やばい。じゃああと3年もさ、 BBA とも言われなくなっちゃう。そうだよ、ボインボインベイビーなんて、え、ボインボイン赤ちゃん、ボインボイン赤ちゃんBBB だ、ボインボインベイビー、ボインボイン赤ちゃんですよ、うん、うわー、ふざけてますね、36歳に、ね、ボイボイ赤ちゃんとか言ってる場合じゃない。ちゃんちゃんこは黄色と黒のボーダーでお願いします。あー、いいですね。そんなのお前鬼太郎になっちゃうよ下駄履かないと。30は熟女。あ、そっか、ね、30熟女だね、30。いや、で結構ないな、ナオチンだけ見てると40がだな、熟女は。嘘、熟成もしないんですか私。
熟ない、そのまま半熟今。半熟え、ちょっと熟れてます見た目なんかどうで腐ってる、あ、熟す前に腐っちゃった的な感じですかね。すごい、どうしよう。熟女と BBA は別物だって。あー、熟女って言われたい。としまとは20歳くらいのことを指すって本当？え、二十歳でもうおばちゃんなの？したら年頃？え、いやだってまあいいけどさ、うん、容器感じることができない名人、容器感じるか？あ、ピ的な感じだな。あ、ピか。できないじゃない？あ、これね。あ、ピクこれね。はい。ピンピね。ピピ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 ピ。おお。すごい。あんね、言ったけどね、俺だって普通に剃らなければ一本や二本があんだよ。そうですよね。アンテナぐらいできるわ。ただ真上にできるかどうかは分かんないけど。ああ、なるほど。なんかなんて言ったらいいか分かんない。はい。波平、はいはい。そうですね。何でもいいや。はい。ということでね、はい、飛ばれ飛ばしすぎ、そうだよ。食毛しろよって、食毛高そうじゃん。高そうですね。下半身のアンテナがあるじゃん、ありますよ。おお、なるほどね。眉毛で自信しています。そうそう。あ、眉毛でね。うん、まあいいや。でも、はい。はい。他には何かありますか？あと。うん、尻ってあるじゃないですか。尻なんですか。あ、尻、はい、あの iPhone の尻、はい、うん、尻ありますね。尻って SIRI ね。あ、そうそう、はいはい、SIRI 尻なんです。え、 SIRI、 はい、尻ね、はい、尻ですけど、はいはい、尻って私使えるようになってから結構いろいろなんかもじゃもじゃとかなんかいろいろ言ってみたんですけどなんか実際みんな使ってんのかなと思って。ああ、ちょっと、はい、ね、ちょっと iPhone 持ってる人で Siri 使ってる人いますか？うん、手挙げてください。はい、あと Android だった。Android だったら、アイコンシェルジュだっけ？あれすごい気になる。12面体は何面体？ドコモの CM 見るたびに Siri がすごいと感じる。そうですよね。あ、セリがすごいだこれ。セリなんだ。持ってない、持ってない、なんだしって、ってなるほどね。本当ですか。はい、だから基本的には、AI ですね。ボイスで、うん、例えば今何時って聞いたら、はい、Siri が今は20時45分ですみたいに答えてくれるとか、はいはい、今、はい、羽田から大阪に行く飛行機は何時って聞いたら、何時何分に JAL が、何時何分に ANA がありますみたいな感じで答えてくれる、はい、そういうのが音声認識で、まあ、文章にしたやつで検索かけて、はい、それを音で答えているっていうのが Siri ですね、うんうん、で同じことがアイコンシェルジュでもやってますけれども、はい、うん、まあ、基本的には同じシステムですね。同じなんですね、うん。ただちょっと Siri の場合は、はい、日本語に対応したのがちょっとアメリカに比べて遅くなってたので、はい、これからっていうかもう数ヶ月前ですからね、うんうん、ちゃんと動き始めたのがね、うん、ただまああと何ていうのかな、もともとがアメリカのシステムなので、うん、もうちょっと実用的になるにはもうちょっとかかるような気がしますね。そっか、今のところだって検索できない言葉が時々、はい、結構あったりしますからね、はい。今度やろう井上シリ。あ、井上シリ、もう井上シリ何でも知ってますよ。本当？だって細胞1万個もあるんですよ。あれさっき。あ、1億個もあるんですよ。999万。さっき1000万個ちったのに。1000万個あるけど、使ってるのは1万だけです。あ、そう。はい。清水の舞台は高さ何メートルですか？はい、清水の舞台は5億3センチです。5億3センチ近いんじゃない、もしかしたら。結構近い、絶対近い。あのさ、うん、アイコン、あ、めんどくさいね。ドコモのコマーシャル見てないでしょ、はい、あんだけ13メートルって言ってるじゃない。あ、13メートル武蔵の高さは、スカイツリーの高さは、スカイツリーは、エッフェル塔ぐらい。さすがにね、脳細胞1万個だとこんなもんでしょ。
でもみんな知ってますか。俺大体お前武蔵って言ったんだからさ、はい、634メートルってわかるだろう。そうなんだ、武蔵って吉祥寺のことかと思いました。あ、はい、アンケートが来ました。シリアアイコンシェルジュと音声認識機能を使っている人、うん、1番使っている、2番使っていない、3番使える端末を持っていない、うん、これねスマホとか持ってるとさ、例えば Google でも、はい、検索でボイス機能使えるじゃないですか、はい、あれが例えば移動してる時ってすげえ便利なんだよね、はい、こう打たなくていいから。そっか、うん、そういうことなんですね。だから、はい、例えば、東京タワーとかつって、はい、東京タワーっていうのが出るからそれで場所とかってやればいいだけだ。なるほど、うん、移動中にだから、今からスカイツリー行くから、はい、押上駅とかっていうとそこから押上駅までのやつをマップで表示させるとかさ、そういうことで僕は使ってますね。さあそろそろ行きましょうか。じゃあ集計行きます。集計ドンドンじゃらパッ。うわ少ねえ。みんな使ってないんだ。ということは、基本的にスマホとか iPhone 持ってる人は37%そっかということなんですね。あ、ということは前よりもガラケーが少なくなってますね。前確かガラケーが 80% ぐらいだったじゃない。結構変えてるんですね。ね、なるほどなるほど。いやでもこんなもんかもしれないですね。はい、iPhone4 だから使えないの。あ、そうだよね。あ、そうだね。 3G とかさ、3でも使えないからね。4以下は使えないからね。まあ、Android だけど使えるかどうか知らん。それは Android の場合、ドコモですか。で、ドコモだったらアイコンシェルジェは使えると思いますね、うん、はい、多分。そっか、自分の、そう、井上シリーズも使ってくださいよ、うん、じゃあ井上シリーズに聞いてみたいことありますか。井上シリーズ何でも知ってますよ。もういろんなこと見てます。はい、皆さんもあれ、ね、え、何もないんですか。バストのサイズ、とりあえず東京タワーの高さ知ってますよ、はい、333メートルですよ。すげえ。ほらー、はい、空はなんで青いの。空は、そ、あ、地球が青いからですよ。ほら、近い。まあ、紫外線が見えるからですね、はい、そう、紫外線が見えるからなんですよ。ほら、紫外線見えるから今、青いじゃないですか、はい、すごい、空青いです。波長の長さね、富士山の高さ、はい、わ、知ってますよ、はい、3333。まあ、大体そんなもん。大体そんなもん。近い。3って言っとけば、結構。3って言ってればっていうかさ。3って言ってればどうにか世の中渡っていけるって聞いたんです。嘘だ。はい、3776だっけ。3776だよね、はい、確かね、富士山。違ったっけ。はい。はい、円周率を言ってください。知ってます、知ってます。じゃあ10桁。3.14023828080808。 3.14159225537。 読むな。バレてた。なんで0が入るんだよ。ね、てか本当、私は思うんです、はい、私は結構井上直美シリとして結構優秀なんですけど、うん、見てる方が科学者ばっかりっていうか、もうみんな頭いい人ばっかりだから、うん、なんか劣っちゃうだけで、普段こう渋谷を歩いてたらそれなりに頭いいと思うんです。はい、みんなが頭いいんです。ナオティの時はゆとり教育だったんですか。全然違いますよ。じゃあ3じゃなかったよね。3.14です。2桁なんだ、はい、とりあえずは、はい、まあ、全然もう厳しい感じでしたよ。まあ、でも 3.14 まで覚えてりゃいいか、ね、脳細胞1000万個なんだからね。とりあえずね。そうですよ、はい、頑張ろう、はい、じゃあね、まあ、渋谷の中じゃ一番トップかもしれないね。そうです。渋谷バカにしてないけどね。
ゆとり教育でも3にはなってないらしいけどって。え、本当なの？そうなんですか？ゆとりでも3はねえよって。へえ、そうなんだね。そうなんだ。え、あ、簡単なのが来てるよ、はい、100から7を5回引いてみてって。あ、私数学超すごいですよ、はい、93、81、8、70、やって、えぇーさ、それでは週刊井上直美行ってみたいと思います。誰だホラーって言ったの、やめてくれ。はい、ということで、ですね、週刊井上直美はですね、これをガチャガチャを引いて出たパーツを名人が写真に撮るというコーナーです。あ、コンプシートがございます。私は全然いい感じのが出なくて周りに怒られるんですが、私としては全然いいんですけど、背中と鼻、ね、あ、顔か、顔、はい、人かなおちん、はい、まあいいです、はい、じゃあ落ちますからね。はい、あー変なの来ないでほしい。はい、あ、じゃあ、じゃあ僕が引いたんで、はい、またこ来てない、またあれ鼻取れましたね、鼻取ったよね。なんか私思ったんですよ、もしかして、うん、BBA だからなんかあれだ、スタッフさんとかがもう際どいのやめようみたいな。これちょっともう一回やります。はい、鼻ありましたよね。鼻が顔になってますけどね、こっちのチェックだと、うん、じゃあ鼻も、あ、そうだ、鼻と背中、背中、はい、よし。でもこれやだっていうかね、はい、あっなんかね、な、違う、これ多分入れるなよこんなもん。変な間があったよ、なんかでもそうなるよね、はい、どういうふうにカバー外さないと取れない。え、いやもうそれでいいよ、はい、前歯でいいんじゃない、はい、私はいつもこう近づくと歯よりこう毛穴とかのが気になる。そうだよね、はい、いくぞ、はい顎いっちゃったかな、ピント。あ、でも大丈夫だよね。あ、大丈夫です。うわ、微妙ですね。あ、抜けちゃってる、ちっちゃい。私だけもうこれでね、本当面白くない。誰得なのって。そうですよね、私も思いますよ。いや、これだからスタッフだよ。でもなんか、じゃあいきます。じゃあ、読まーす。ちなみに皆さん何が出たらいいですか？はい。コメント。スタッフの性癖です。はい。はい、尻、尻、爪、まあ、お尻が多い、ケツ、胸、尻。じゃあ期待に応えられますかね。ピッ、あれ、これ前も出ましたよ、つむじ。つむじ出たよね、前も出た。あれ、じゃあもう一回ダブル、つむじのビッグですからね。なんだろう、あんたスタッフさん本当ババアだから入れてないんじゃないですか。なんか際どいの、なんか視聴者さんに悪いみたいな。じゃあ次行きたいと思います。じゃあお尻頑張ります。あ、え、すいませんでした、口ちょっとジャーニーさん、それはないわやばい、私もうクビになる、これっていうかこれクビになるようにこう作られてんじゃないですか。まあ、はい、じゃあとりあえずどんな口がいいの、ね、え、全然違う、違う口がいいの。お、アヒル口、よし、あれ来たかな。お、今なんか戻りが悪かったような気がするけど、まあいいや。はい、はい、
あーすいません、でももう恋もないし、あ、じゃあもう一回やばい、私クビになる、やばい、これどうしよう、これでゲッチャー降ろされたら私どうしたらいいか分かんないです、カノさんに仕事取られるし、よし火曜日だけが私、ね、みんなからね、口だけど、はいはい、キスしてる口、でも私鏡で練習したことはいつかは、じゃあキス顔いってみようか、どう、え、目開ける方閉じる方、どっちですか普通、いやそれはなおちに任せる、あ、じゃあちょっと気になる、うん、いきます、うん、なんかブスですね、リメもう一回弾いた方がいいのかなあ、引こうかな、でももうお金、そうお金がないんです、どうしよう、もうね首決定ってみんな言わないでよ、しょうがないな、はい、じゃあカノンタンに来てもらおうか、来週から、やだみんなありがとうとか、もうじゃあもうすごいの弾きます、もう誠に残念ですが普通の、もうもうすごいの弾きます、いいよ、もうアクロバティックなやつ、これで、あーもうさよなら BBA とか言わないで、あーもうやだやだ、あーごめんなさいごめんなさいこれ本当に入ってないんじゃないですか方法ね、もうこっちばっかりだから、はい、ちょっと向こう向いて、いやだから右頬を映させてくれると、いや逆に座ってくれればいい、あこうか、うん、こう取ればいい、いくよ、まあこれが限界だろう、あ、ということでもう終わっちゃってですね番組もね、はい、ということで、はい、あー、お願いします、はいはい、ということで明後日の決対ゲッチャーはアシスタントの歌手夏さんです、よろしくお願いします、明日の16ショットは何をやるんでしょうか、明日ね、はい、あれ俺何やろうかな、明日ね、思ってたことがあるんだわ、はい、なんだっけ、あ、なんだっけ、ブログに書くわ、はい、はい、じゃあ皆さんまた来